日本語ラップ最後の秘宝、消える魔球、そして東人バトルロイヤル、偉大な2組のニューアルバムの歌詞を読み上げて、男とは、人生とは、ヒップホップとはを学ぼう特集、フィーチャリング DJ G。無駄にいいドラムが鳴っております。今月発売された2枚の日本語ラップアルバム、一つは消える魔球9年ぶりのアルバム箱庭、もう一つは東人バトルロイヤル14年ぶりのアルバム DOHC。 この2枚がですね、全くまあ方向性はまあそれぞれ違うんですけど、しかし日本語ラップ界最後の秘宝的作品といいますかですね、やっぱヒップホップでしか、特に日本語ラップでしか味わえない、こう味わいに満ちたね、まあとにかく素晴らしい名盤2枚となっていると。でこの2枚がまあ同時に出るというこのタイミングを捉えましてですね、まあいろいろこうヒップホップ特集やってきましたが、この番組ね、やはりこの歌詞の素晴らしさ、ここを皆さんね刺さるんじゃないかと思いまして、こんな特集を組んでみました。つまり、この歌詞の朗読するということですね。そして日本語ラップの歌詞、これ朗読および選定ですね、これやっぱ第一人者いらっしゃいますね、ご紹介いたしましょう。ライムスターから DJ ジンさんです。どうも第一人者です、はい、DJ ジンです。はいはい、どうもね、どうも変な感じしますけどね、これね、第一人者いいんですかね。なかなかこの感じもないからね、なかなかライムスターで D いなくてここで、そうそう、まあそのラップのリリックをね、その曲の中で ね、ちゃんとかっこよく聞くのもいいですけれども、またこうやって味わい深く朗読するのもまた一つの楽しみかなと、ね、このさ、消える魔球同人バトルやる、やっぱさ共通するのは、うんうん、まあ、聞き流してさ、うん、歌詞とかはよく聞かないで聞き流してれば別に普通にかっこいいヒップホップ、うん、まあまあ、そして全く問題なく、うん、ラップとしてはかっこいいですから、うん、でもよく歌詞を、よく歌詞を聞いてみると、聞いてみるとこれがもう実は大変なことになっている。もう何だろう、歌詞の概念だよね。ラップの歌詞ってすげえなって改めて思い知らせる。絶対に他のジャンルの歌詞としては成立しえない。しない言葉が入ってるよね。言葉の数々。単語の数々が。さっきはペニガーってね、ペニガー出てきてますけどね。一体何なのかって。こういうことですよ。ペニガーって何なのかってことですから、これ。誰のペニガーなんだろうね。でですね、まあでもそのですね、そのピックアップも、そのチョイス、そしてやはり朗読の声の張り、こういったもろもろにおいてやはり第一人者といえばやっぱ DJ ジンさんかなという、ね。恐縮でございます。これはもともとは我々ね、ライムスターがですね、はい、まあ、某 FM 局でね。以前ね。TFM って言っちゃいますけどね。番組やってました、ずっと冠番組。で、そこでまあ定番企画というか、人気企画。あれはもうもともとは Go Force Men という、やはり、ラップグループがね。男らしいヒップグループ、ね。男らしすぎる歌詞が。ありましたけど、それのまあ朗読企画みたいので、提供があったんですね。で、あとこの番組絡みで言うと、R10 というね、ライムスターのイベント、昨年2月のイベント、はい、まあ、この、ウィークエンドシャッフルともリンク企画で、うん、ジンさんが久々にこう歌詞を読み上げるという、はい、あれもやはり、パンチ力ありましたね、久々やるとね。ねえ、さっきからね、プロデューサーからね、鉄板企画って言われて、プレッシャーかかってるんですよ。鉄板なんですか？でも、普通の人が聞いたら、だってその、魔球とね、当時のアルバムの歌詞を読み上げる DJ ジンは別にこのアルバムと何の関係もないですから。まあ、ファンぐらいの感じですね。俺らも仲間でありファンっていう。一切、でも、まあ、とにかく朗読の一人者としてよろしくお願いします。どんぐらいの味を出せるかちょっとね、そうですね、頑張りたいところですね、これ。まあ、元のやっぱパンチ力ありますからね。すごい歌詞になってます。すごい歌詞ですよ。はい。ということで、消える魔球東人バトルロイヤル、この企画にうってつけのニューアーティストが9年ぶり、そして14年ぶり、それぞれね、ブランクを経て、まさか同じ年、同じ月にアルバムをリリースする、こんなことがあり得るのか、日本語ラップ惑星直列グランドクロス、これを受けての、こちらの企画となっております。CM の後、いよいよ第1部は、消える魔球編、お送りしたいと思います。TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているライムスター頭のウィークのシャッフル。今夜お送りしている企画特集は、消える魔球と東人バトルロイヤル、偉大な2組のニューアルバムの歌詞を読み上げて、男とは人生とはヒップホップとはを学ぼう特集です。お相手は、うん、日本語ラップ歌詞朗読会の第一人者、ライムスター、DJ ジンさんです。はい、恐縮ですが、そういうことになっているらしいです、ね。いや、そうじゃないですか。間違いないじゃないですか。はい、なんとか頑張って、はい、ベストを尽くしたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速本編行ってみましょうか。ね、第1部、消える魔球箱庭編ということでございます。はい、まず、消える魔球というグループの基礎的な説明をさせていただきましょう。うん、メンバーは、
ブッダブランド、ラッパー CQ さんね、僕はクリちゃんなんて呼んでますけど、うん、CQ、そして DJ プロデューサーとしても活躍するマキザマジック、これライムスターのね、うん、カモンなんていう曲なんかのプロデュースもね、同じですし、本当に仲がいいですね。仲いいですね。うん、あと声入れなんかね、あのビッグ、うん、それこそビッグウェンズデーとかという曲でね、行きますかね、そうそう、上がっていきますかなんてやってもらってますよ。ライブのステージでスライディングして登場したりとかね。そうですね、ありますね、コントロール不能な男マキザマジック、そして、エンジニア DJ として知られるイリシットツボイ。出ました。坪井くんね。これもう坪井くん、坪井くんという人物の、なんていうんですかね、こう、イリシットぶり。そう。クレイジーぶりでちょっと1時間いけるぐらいなんですけどね、本当は、ね。人当たりすごいいいしね。いいですね。すごいナイスガイなんですけど、ね。あと、まあ、超優秀な、ね、あの、エンジニアでありプロデューサーなんだけど、ミックスしてる時の、あの、気候なんか、乗ってるかと思いきや、痙攣ですよね。そのリズムやビートとは全く関係ない痙攣をしている。痙攣をしながら、こう、痙攣しながら、痙攣しながら、でもニッコニコで、いろんなこう装置をこうガチャガチャやるっていうね。まあ、まあ、それだけじゃ何言ってるか分かんないけど、まあ、そんな男。すごいです、ね。CQ、マキザマジック、イリシット、ツボイ、3人からなるヒップホップグループが消える魔球でございます、はいはい。2000年、トリックアートでアルバムデビュー、その後、うん、マネーメリーゴーランド、失恋ヘビー級、うん、ザ・ピープショー、スーパーフリークと4枚のアルバムを発表。うん、そして久々に今回の箱には9年ぶりということになる、うん、ちなみにあの最初のアルバムトリックアート、収録されている土曜日の実験室という曲は私歌丸が参加、名曲ですよね、だからあの このコーナーサタデーナイトラボっていうのはまさに土曜日の実験室、うん、あそうだ、はい、まあ、これにちなんで、まあ、元はね時をかける少女なんですけどね、うんうん、はい、ということで今回の箱にはもちろんもう素晴らしいアルバム、もうめちゃめちゃかっこよかったですよね、もう親指立ちまくってますね、まあ、我々ビンビン来てますね、まあ、共通ね、あのそれぞれバトルロイあの当人バトルロイヤルも消えるロマ級も、うん、その違いますけど、うん、言えるのは、うん、僕らライムスター、まあ、3人とも、うん、まあ、まずファンであると、そうです、そしてこうなんていうんですかね、初心、うん、ヒップホップの、ね、初心感ありますよね、初期衝動感、初心感、初心感、あのゴツゴツした荒々しさ、まずビートの荒々しさ、曲の荒々しさでもそうですし、うん、あと、うん、何やってもいいんだなっていう、この感じですよね。なんじゃこりゃ、何言ってもいいし、何やってもいいんだという勇気が出るグループですよね。そうなんですね。はい。ということで、箱庭よりですね、行きたいんですけどね、じいさん。じゃあ、まず、じゃあ、早速、曲をね、まず聴いていただきたいんですけど、その曲に行く前に、じゃあ、その曲に入ってる、まあ、歌詞を。こんな歌詞が入ってるんですね。よろしくお願いします。では、行ってみましょう。締まりのない顔。締まりのないあそこ。だから後ろからちょっと失礼、アナルファック。やはりこんな歌詞あるんですね。やはりジンさんの朗読力ですよね。締まりのない顔、締まりのないあそこ、だから後ろからちょっと失礼、アナルファック。これあの曲の歌詞これありなのみたいな。これまずね、締まりのない顔、締まりのないあそこ、ここでかなりパンチきてますけど、これ一ラッパーとして言わせていただくとね、はい、あのこれメタファーかなと思うんですよ、はい、全体がアナルファックのメタファーなのかなと思いきや、最後にアナルファックって言っちゃったじゃねえかっていう。あとね、そう、アナルに挿入するのって後ろからちょっと失礼ぐらいの感覚でやるものなのかっていうね。ちょっとこのお手軽感が、ちょっと失礼ぐらいの感じ、非常に味わい深いですよね。恐ろしい男ですね。はい、というこれはマキザマジックのラインで、はい、ある曲あるわけです。じゃあ、はい、早速この曲を聴いていただく感じですかね、はい、まずはね、こんな曲をやってるグループです。消える魔球で、メテオ。はい、消える魔球でメテオ、アルバム箱庭からお聴きいただいております、はいはい、もう歌詞の出だしからすごかったですね。俺のミルクをペロペロ舐めな子猫ちゃんって始まってる歌詞がっていう。あとあれね、あの大アグラとバイアグラのやっぱラインとかやっぱなかなか来ますよね。でもポイントはやっぱあの曲聴いていただければわかるように、もう無類にかっこいいんですよ、ヒップホップとしては。むちゃくちゃかっこいい、むちゃくちゃかっこいいんだけど、言ってることがむちゃくちゃだっていうね。最高なんですよね、この最高です。もうとにかくさっき挙げていただいたね、アナルファックのくだり以外もおかしなこといっぱい言ってるぞと、はいはい、ということで今回は、はい、様々なね、このケールマ級の味が出るパンチラインをですね、はい、箱庭からですね、箱庭からジンさん、ピックアップしていただきまして、はい、朗読をね、はい、じゃあちなみにジンさんの朗読スキルもやはりさすがなものがあります、ね、いやいやいや、まあ、皆さんに顔をお見せできないのがね、非常にあなたの得意な嘘くさい、まあ、嘘くさい作り顔を一応全身で入っていく、全身で入っていく、全身で朗読に入っていく、大事ですよね。はい、では早速いきましょう、はい、何項目か分けられてるってことですよね、はい、いくつも持ってきましたので、はいはい、消える魔球イルナパンチライン編、よろしくお願いします。吉と出るか害と出るか。何を言ってるんでしょうかね、これね、はい、これ出ましたね、はい、これあの
まあ、吉と出るか凶と出るかっていう言い回しありますよね。はい、それが。まあまあ、そのいわゆる吉とね、吉と害ということですけど、あの、害って、害って、害ってなんだよっていうね、ことですけどね。そう、もう、うん、吉と出るか害と出るかで、もう彼らのね、こう、クレイジーっぷりがもう、バッチリ出てるな。そう、何言ってんだかね。そう、何言ってんだね。こんな言い回しもあったのかみたいな、ね。あ、でもそれはありますね。そう、クレイジーさをアピールするに、切り裂き魔、切り吹き魔ですもんね。切り吹き魔って。ありますから。これは、CQ さんのラインでしたね。そうですね。クリちゃん、小さな探検より、はい、じゃあ実際ではこんな曲、感じっていう、うん、曲聞いても、このラインはこんな風に出てきます。はい、ということで。かっこいいですよね。またビートがかっこいい。無駄にかっこいいビートがね。すごいですよね。この調子で今回はその、パンチライン読んで、はい、実際その曲はこうですよっていうのをかけていきますんで、はい、結構、ね、あの曲の曲数自体はね、うん、おかけすることで断片的に。そうです。かっこよさに触れることができますよ。いいと思いますよ。うん、それではじゃあ、ジンさん、どんどんお願いします。はい。行ってみましょう。うんこ、前輪で踏んだら、後輪でも踏む。つまり、まっすぐ突き進む。いいですね。これはかなりね。この前に突き進む的なね。そうです。俺たちはともアンストッパブルだみたいな。そうです。そういうラインはこうラップの歌詞では結構出てきますけど。そう。それを表現する際に、うんこ。ね。うんこですよ。うんこをしかも前輪で踏んだ。足元を踏んだ。避けない降臨でもこれでブチャーっていう。でも しかも僕が想像するにですね、その自転車には泥よけなんかついてないですよ。ああ、ゲットだから降臨で巻き込んだうんこがそのままてめえの背中にピシャピシャでももう後悔はしないぞと。そう、愚直なまでのね、まっすぐさがね、この歌詞に現れてると思う。あと、うんこ前輪で踏んだら後輪でも踏む。つまりそうそうそう。つまり、まっすぐ。つまりが効いてますよね。なんかね。つまりまっすぐ進む。波じゃない意志を感じますね。これも CQ さんのラインで先ほどと同じ、はい、小さな探検の、ラインとなっております。はい、じゃあ実際に曲、こんな曲です。こんなところでできます。その後もなんかその後もなんかちょっとあの気になることいっぱい言ってますけど、キツと出るかガイガと出るかの直後ですもんね。直後ですよ。だからもうこの密度でもうパンチラインが入ってるっていうことだ。もう濃密ですよ、ね。あの二度見って言葉ありますけど、本当二度聞きの話ですよ。そうそうそう。え、今なんて今なんて言ったなんて言ったみたいなね。はい。もう早速、もう一曲だけでもうこのざまですからね。もう、期待できますね、これ。期待できますね。箱には消える魔球。さあ、じゃあ続いていってみましょうか。次のパンチラ、はい、お願いします。まずは、朝食にビール。俺たちのルール。女房は朝から狂う。現実はシュール。かっこいい。なんかハードボイルドじゃないですか。これはですね、はいはい、まあ、この歌詞は、巻きザマジックくんの歌詞なんですけれども、巻きくんはまたね、そう、お子さんもいますし、その家庭があるって、僕も、はいはい、ファミリーやってですね、はいはいはい、その境遇がすごい近いものがあってですね、うん、その、何、子供がいて、家庭があって、うん、朝っぱらから親父がビールガバーって、うん、俺たちのルールだこれ朝っぱらからビール飲んでる。うん、そりゃ確かに女房は狂うな。これ女房は怒り狂ってるんですかこれは。どっちかっていうと。これはなんか、あーってなってるんですか俺たちのルールですよ俺ね、これ解釈は、むしろそれこそ人君寄りにするんだったらむしろですよ。はいはい、この場合の女房は狂うわですよ、これは。え、ビール飲みました。はい、ね、俺たちのルール。あら、素敵と。そして女房が朝から、もうあんあんとそして子供はてんてんてんっていう現実はシュールそういう解釈でしたけどね僕ね。ああ、うん、これはでもねいろんなね魔球の歌詞はいろんな解釈ができて、確かにそれがまた面白いんですよ。これもまたいいですよね。はい、じゃあ巻きザマジックのこれはですね、魔球ハンニバル、という曲からの、ね、ラインです。実際はこんな感じで出てきます。もうこの言葉の詰め込み方ですよね。巻きザマジックという人物、まあラッパーとして非常に得意なね、はい、スタイルを持っているんだけど、うん、言葉を、普通、ここ一泊に詰めないでしょっていう、言葉の分量、ね、女房朝から来る、みたいな。前俺びっくりしたのは、タイム
ムショックとタミヤ二郎が、一音の人間で、タミヤ二郎、タミヤ二郎って、一泊に入った。一泊に入ったよ、ね。これ普通のラップの常識では考えられない詰め込みだったんで、そうですね。それにやっぱイズムですよね。そうですね。やばさん、このタイミングも非常に聞きどころの、ま、消える間際ですから、ね。あとその詰めるとこに対して、なんていうの、ちょっと伸ばすとこ。これマキ君味ですよね。そうそうそう。これいいですよね。伸ばし、縮め。伸ばし、縮め。この変幻自在ですよね。注目して聞いていただけるといいんじゃないでしょうか。そうですね。それでは続いて、パンチラインよろしくお願いします。一杯おごるから、万札貸しな。なんでしょうか。これは結構原曲に忠実にちょっと。あ、この言い方ですか。じゃあちょっと原曲聞いてみましょうか。はい。かっこいいな。まあ、107、107というね、はい、曲ですね。はい。まあ、陰銀無礼ですよね。一杯おごるから、一杯おごるっていう、一杯おごるって下からも大丈夫、1万円、万札貸しな。そうそうそう。そうですよね。金ない時、こう言えばいいのかなって一生思ったんですけど、これは大変に失礼なことだっていう。さ、そうだよね。一杯おごるから万札貸しなっておかしい。おごってねえじゃん。ちょっとさ、言われた方も一緒、おって思っちゃう。本当だ。いや、俺今の今まで、まさにパンチラインで完全に騙されてました。俺全然おごられてる気でいましたよ。そうそう、一杯おごるから。返してくれんのかって。たったこれだって、あれでしょ、たった2小節ぐらいの間にもう、反対のこと言ってるみたいなのが、すごいですよね。マキ君のさ、やっぱさ、半端なきとかさ、半端なき。半端ないぜっていうのはすごい口語的なね、チンピラ表現だけど、なきっていうこのね、つぶんご的なのが入る。半端なきって、ここがやっぱいいですよね。そういうのもちょっと通じる。マキューのワードプレイの、ね、ワードプレイですよ。世界ですよ。素晴らしいですよ。はい、うん。ということで、これは、ケイルマキュー、イールナパンチライン編、お聞きいただきましたが、続きまして、はい、ケイルマキュー、シモナパンチライン編、これはやっぱ大人な。そうですね。まあ、時間帯もそろそろ、その辺も言っていいのかなっていう感じですね。言っていいと思いますよ。では、シモナパンチライン編、ケイルマキュー、早速言っていただきたいのです。どうぞ。お前ら男か？チンチンあるのか？暴れるなら銀行を襲え。ヘンズアップ。すごいですよね。これはこの2、ね、2号はちょっともうどこからこねる。お前ら男、まあ、これ、お前ら男か、チンチンあるのか。あ、まあ、通ってるわけですよ。まあ、でも、ここまではね、うん、通常、言葉としては言いますよね。うん、まあ、これを歌詞に載せるかっていう問題はね、あるにしても、お前ら男か、チンチンあるのか、次は問題ですよね。そうそう。暴れるなら銀行を襲えって、これ、まあ、極端ですよ、ね。そこまで極端な思考を取り入れる必要は。飛行の進めですね。で、ね、銀行を襲え、ハンズアップ、ヘンズアップ、ハンズアップ、ね。なんか捕まりますし、ね、捕まります。大変なことになりますから、これは巻き座マジックのラインで、キャノンという曲からのラインとなっております。じゃあ実際曲、こんな風に出てきます。最高でも、ハンズアップ、言ってることはいいですよね。弱い者をいじめ。そうです。惨め。そうです。縦か、のいいしね、畳み込むとこもね。そうそう。はいはい。だから皆さんも、ね、いいことも言ってるんですよ。これあれですよ、メタバーですか、皆さんね。そうです。銀行襲わないでくださいよ。銀行襲って、ハンズアップって言ったら、もう元ネタすぐ分かってしまいますからね。やめてくださいね。はい、良い子は真似しないように。はい、じゃあ続いて、下のパンチライン編、続いてお願いします。わらをもつかむ、マラをもしゃぶる。これ今朗読スキル、ジンさんいいじゃないですか。ジンさんがね、そのマラをもしゃぶるとか読むとね、ちょっと要は本当にしゃぶりたいんだなっていう感じがちょっとねしてきちゃうのでしょ。問題なんですよ、このラインね。主語がないんですよ、歌詞自体。だから誰が、だからそう、誰が藁をも掴んで藁をもしゃぶるの。例えばキエルマキューファンの女性が、はいはいはい、そういう風に、うん、マキさんマキさんとか CQ さんっていうことなのか、うん、それともその兄貴たちなのか、それとも、もし、これがもしね、ディスる相手とかね。もしこれの主語が、うん、俺が、つまり、巻きざマジックがだったら、ちょっと問題あるかなという。でも、主語がないんですよ、この話に。でも、まあ、その、藁をも掴むっていうのはさ、こう、切羽詰まってて、その、藁さえも掴んでしまうじゃないですか。藁、はい、さえも掴んでしまう。もう、要するに、その、ホモじゃないのに、藁をも掴む。藁をもしゃぶる。その、もう、
例えとして。危機の存亡の時ですよ。だから要はそのさ、ストレートの人が歌うからこそ切実さがあるラインなんじゃないですか。マラオンもしゃぶってことじゃないですか。ご主語をね、聞きたいところですよね。マキ君すごいな。バイブス88という曲に入ってるラインでございます。実際の曲こんな風になってます。何言ってんの本当すいませんね。傷手ならない感じがいっぱい出てきましたね。いろんな箇所あるんで、今日ピックアップしてるのはごく一部にすぎませんので、ね、前編がこの調子ですからね。はい。水千匹、数の子天井で、ね、出てきました。はい。じゃあどんどん行きましょうか。続いてのパンチライン、こちらです。銀河鉄道39のメーテル。あそこ見えてる。銀河鉄道39のメーテル、まあそこ見えてる、言いたいですね。見えてねえよって言いたいですよ。いや、まあだから、何らかのメタファーなのか。メタファーなのか。俺僕ち、銀河鉄道39小さい頃大好きだし、メーテル好きで、メーテルに、そう、ちょっとね、恋しちゃうぐらい、はい、はい、初恋はメーテル的な。そうそうそう。うんうん、そんぐらい好きでしたから、うん、このライン出てきたとき、ちょっと、はっとして、何みたいな。何メーテル、あそこメーテルって、あそこメーテルライブ、ライブ、ザッツライブ。こんなこと言うのはね、これはクリちゃんですね。CQさんのラインでございます。魔球ハンニバル、という曲からのラインです。お聞きください。こんな風です。あそこ見えてる。中身で勝負。一時期ね、松本先生がいろいろね、歌詞のね、いろんなありましたけど、ここまでね、ここまでは想定外でしょうね。中身で勝負。間違いない。中身で勝負ですよ。はい、じゃあ続いて、パンチラインお願いします。悪い奴ほど行くのが早いから、これの扱いは慎重に。ミーシャのブロージョブ。包み込むように。ダメだ。朗読しながら笑っちゃってるじゃないですか。悪いやつほど行くのが早いから、これの扱いは慎重に。これひどいですね。これひどい。これ、ミーシャのブロージョブ、包み込むよ。これ僕ね、僕基本的に解説スルーしたいんですよ、これ。だって、もしこのミーシャがね、もしあの歌手の、仮にですよ。仮にでもですよ。歌手の方って、ね、僕はあの歌手の方と今後仕事したいですから。これでも間違いないでしょ、だって。解説したくないですか。だって、ブロージョブの後が包み込むようになるんですか。まあ、だから、以前、リングスで活動した遺留品ミーシャのミーシャであってほしいですよ。男だけど。ブロージョブ。近くのもあるんですからね。はい、これ、クリちゃんのラインですね。CQさんのラインです。エクスプローラーという曲間のライン、実際こんな風になっております。ああ、はい、ということで、こんな作品の数々を作られてきました、ケイル・マキュー、マキザ・マジックさんと、CQさん、スタジオに乱入していただきました。こんばんは。ケイル・マキューのディック・マーラーです。知らないよ。マキザ・マジックさんは。日本で言うと、アイアン・ディックってこと。ああ、英語だった。略して ID でしょ。略して ID だよね。はい、じゃあ、クリちゃんもちょっとお願いします。お願いします。CQです。クリちゃん、これはまずいでしょ。最高ですよ、ケイル・マキュー。いや、これね、これ失礼だけど、うん、包み込むようにしか知らないんだよね。あ、ミーシャの曲をね。ごめん。はいはい、知ってる曲、他あればもっと増えたのか、失礼なのかってことでね。うん、ちょっとね、歌詞を。ムロ君が言ってました。いや、誰も言ってないですけど、そんなこと。言ってないですよ。他の人に、流れ玉飛ばしてやめてください。オッケー、俺はスルーしますよ、この件は。まあ、ハンサムだよね、クリちゃん、相変わらず。うん、まあちょっとその曲も後でかけ、うん、会話がもうめちゃくちゃ成り立ってないじゃないの。とりあえず、ニューアルバム。おめでとうございます。最高です、もう、うん。ますますファンになりました。褒めたたえてるんですよ、これ。はい。うん、いや、面白い。バカにされてんとかどうすんの、うん、いや。でも、自分で書いた歌詞ですかね、これね。うん、そう。押し黙ってしまってますけども。でもさ、うん、とんでもない歌詞を書いてるって自覚はあるわけでしょ、だって。全くないよね。うん。だって、やっぱさ、向こうの、ビートナッツとか聞いたら、うん、ああ、まあね。うん。俺の、なんだっけ、5万ボルトのあそことかって、いや、俺の方が10万ボルトぐらいあるぜって対抗意識になっちゃうでしょ。対抗意識から来てる。例えばさ、俺がバター系になりたいのは、うん、エイギーポップが、I wanna be your dog とか、いや、犬になるぐらいだったらバター系になった方がいいかなとか。バター足した方がなと。もっと、
もっと素晴らしくいいことしますよっていう。だからそのメタファーを突き詰めていくとどんどん、うんうん、得意なんじゃないの。いや俺もうこんな思いもつかないですよ。MISIA のブロージョブ包み込むように思いつかない。実際には得意なんじゃないの。え、実際には実際まあ実際に得意だけど表現できるかどうかの違いだけかもしれないね。まあまあまあ、いやでもその違う、その自由さに俺たちはやらない。ジャストグイって感じだ。ジャストグイって。イージー。発言も自由すぎるけどね。うん、ごめんなさい。まあ、だからこんぐらいの枠なんですよ。本人たち角を。違う。普通はもっと喋れるんだけど、まあ、ちょっと合わせて、まあ、求める魔球像を演じちゃってんだよね、うん、いい人だから、本当に。求められてないと思うと真面目な。あ、そうだね。話とかするってこと。いや、ちょ、インタビューのまとめの話になると、ちょっとやめようかそろそろとか言って、ね、あんましないんでしょ、うん、だってどうせ。いやしてるよ。だって実際曲聴いてもらった方がいいかなってことなんですよ。実際の作品に触れてもらうのが一番だと、うんうん、でも作品よりはね、やっぱ俺の口からとかクリちゃんの口から出るやっぱダイヤのような言葉とかが大切じゃない。ダイヤのような宝石の原石って感じ。まあダイヤの原石だけど、クリちゃん黙りこくってじゃねえか。古川君とか磨いてくれたらもっとね、うん、磨けないでしょ。俺らの磨き方じゃダメですか、マキ君。いや全然人の磨き方で、うん、俺ますますさ、なんかこう光っちゃったよ本当に。こう光ってるでしょ、うん、18面体が36面体ぐらいになっちゃった。さっきから無意味極まりない会話をねこれするよりやっぱ曲っていうね、あのちょっといろいろねちょっとネタにした感じありますけど、俺ら本当大ファンなんですよ。もうトラックも歌詞も最高です。最高ですよってことですよ。まあいろいろ感じちゃったでしょ。実験室でしょ。二人一斉に。細かい小さな声でこう突っ込み。だんだん自信ないちっちゃくなっちゃう。いや素晴らしい、素晴らしいと思いますよ。ちなみにあのマラオもしゃぶるは主語がなくてって言ってたけど。だからあれはねすごいさすが白く頭いいなと思って。うん、もうすべてあの想像に任せるとか言って、つまりあの無我夢中で何でもしてしまう。だってまあ故障を動かすファックとファンクっていう、うん、その前にあのさ、あの金村がで教祖とミュージックだから、うん、要するにもうそんなものかなって。だけど、うん、無我夢中で何するか分かんないけど、うん、もうマラをしゃぶっちゃうぐらい、もうわけがないもうしゃぶっちゃうぐらいっていう。てかさ、聞いてたらもう白く頭に過ぎて全部分かってたから、うん、怖いなと思ってたよ。聞いてるんですか、それは。もうお二方にはもう叶いませんから。いや、もうこれ以上シャイニングぶりには本当に。シャイニングぶりに。あの、これ以上自由感が続くとちょっと怖いので、あの曲をちょっとね、かけたいんですけど、最後やっぱこの曲、もう曲自体がパンチラインとかっていうのは、来たなという。あの、うん、アルバム最後の曲をちょっとかけさせていただきますけど、この歌詞もこれ。クリちゃんあの最高ですよ、ね。でもさ、うん、それ大丈夫かな。関係ないけど、シャイニングは140分バージョンがいいよね。全然映画の話ですか。はい。そちらいいね。あの不足発言やめてください。先行きますか。はい、ということで、あのケイルマキちょっと最後にちょっと大胆なね。うん、もうあの脱法ドラッグならぬね、脱法ヒップホップが。かけて俺のダイヤモンド。じゃあかけていいっすか。あ、じゃあ曲紹介じゃあお願いしますよ。最後にこの曲。あ、パンチライン紹介。パンチラインじゃあお願いします。じゃあもう心を込めてお願いします。気持ちいいこと好きだろう。確かに気持ちすごく込めて歌うよ。別にうまくないけれども、カモン。ハンサムだハンサムだ。すごいすり込まれてる、ね、こんな歌詞があるんですよ、この箱庭という消える魔球のアルバムには。シンが歌った方が良かったかもしれない。いや、クリちゃんのこの歌がハンサムだった方がいいですから。キューさんだからいいんですよ。これ3回撮ってるらしくて、アナログに違うバージョン入れようっていうのが違って。違う歌詞があるの。そう。いや、違う歌詞じゃない。歌い方が違う。微妙に違うけどね。まあ、あの、どんだけこれ自由な曲かというかね、ヒップホップの自由さを知る。確かにね、これはすごい。じゃあ曲紹介じゃお願いします、クリちゃんから。でもこれ本番は、あの、マキザマジックが歌うんだけど、ライブで。ライブね。ライブではね。じゃあ曲紹介。じゃあ曲紹介してください。すごいフリースタイルなんだけど、クリちゃん。俺はゲイじゃないぜ。これはマービンです。どうぞ。ヒップホップって自由でしょ。自由ですね。消える魔球は自由でしょ。そうですよ。はい、消える魔球アルバム箱庭よりマービンね。マービン。俺はゲイじゃないぜマービンって言いましたね。うまいねっていうね。ここでもパンチラインクリアしていますからね。さすがクリちゃんでした。クリさんね、マキ君ありがとうございました。今日なんか実は、はい、そうです。ジン君はなんか、はい、マキザーマジック君とですね、渋谷のミクロコスモスという場所でこれから DJ をしますので。DJingをするということで、はい、よろしければ遊びに来てください。はい、はい、ということでございます。ということで第1部ケールマ級編お送りいたしました。CM の後、当人バトルロイヤルの歌詞世界を今度は覗いていきましょう。
さあ、TBS ラジオ第6スタジオから無法状態でお送りしているライムスター頭のウィークのシャッフル。今夜お送りしている特集は、ケールマキューと当人バトルロイヤル、偉大な二組のニューアルバムの歌詞を読み上げて、男とは人生とは、ヒップホップとは、ヒップホップの自由さとは、学ぼう特集となっております。うん、はい、お相手は日本語ラップ歌詞朗読会の第一人者、ライムスターから DJ ジンです。どうも第一人者だそうです。第一人者朗読しながら笑っちゃってるじゃないですか、もう。しかもその後ね、本気でボロボロ泣いて、泣き笑い、久々にしましたね。泣き笑いですからね。これでもね、こっからまた強烈なの来ますから。強烈ですね、はい、これは。行ってみましょう。後半行ってみましょう。第2部。東人バトルロイヤル、DOHC 編。はい、まず東人バトルロイヤルというグループね、14年ぶりのアルバム第 DOHC なんですが、ちょっと基礎的な説明しておきましょう。1997年結成、99年頃まで精力的に活動。本当精力的に活動してたことあんのかなっていうね。で、加工音源をコンパイルした1997から1998コレクションを2008年にリリース。これ皆さん何言ってるか分かんないと思いますけど、97年から98年に作った曲たちを2008年にリリースしたっていう。そんぐらいでもやっぱその長年にわたってこう待たれていたというか、うん、で、あの音源はね、出回って、僕らはもうでも、うちらももうね、もう何度となく聞き返してというね、でも、この10年間だからみんなは当人を知らずに過ごしていたかというね、かわいそうにっていうね、うん、思ってたわけでございます。うん、で、現在のメンバーは、畑内敦志、うん、AKA 総裁、ね、畑内総裁、勝也くん、ね、MC 勝也、岩志、畑次郎、DJ 白木、DJ 公平、これがメンバーとなって、うん、まあちょっとでも構成員がどこまでかよく分かんないってのもありますからね、はい、たくさんいます、ちなみに東人とは福岡市中央区の東人町のことです、うん、まあ福岡のグループなんですね、うん、で、グループ及び楽曲制作のコンセプトはすべて総裁畑内敦志の考案。これまず畑内さんというね得意な人物、これがまあすごいんですけどね、リリックの内容はこれいいですか、自分たちが言ってることですよ。リリックの内容は身内ネタホモネタ、漫画、プロレス、格闘技、演歌、80年代ドラマ、包茎ネタ、老人ネタ、とっていうんですか。これグループのプロフィールプロフィールに入ってるんですか。自分たちで言ってることなんですか。老人ネタってなんだよってね。なんだかよくわかんないんですけどね。はい。まあ、これはだから実際これからね、歌詞を聞いていけばわかると思うんですが、はい、実に14年ぶりに新譜をリリースした TOHC、うん、私も実は一曲で参加させていただいておりますが、うん、まあ、魔球もそうなんですが、本当に僕ら東人バトルロイヤル大好きでね。もう最高ですね。もう。半年に一回は活動してない時も東人の話題は出してたよね。うん、だし、あと、交流もね、未だに。そう、ずっと続いてる。そうです。友達というか。そうですね。仲間として。はい。はい、まさかのでも新譜。まさか新譜出すと思わなかった。まさか。はい。ということで DOHC より代表的な歌詞とその曲を聴いてもらいたいと思うんですが、よろしいでしょうか。まず一発目のパンチラインお願いします。牧野ペニ川それだけそれだけです。あ、牧野ペニ川。牧野ペニ川、さっきはペニ川、ペニ川って出てきましたけれどもね。はいはい、今日ね、やたらとペニ川、ペニ川言ってますけど、牧野ペニ川なんです。牧ってのはこれ牧ザマジックじゃなくて、牧豊彦というね。そうです。東人バトルロイヤルのメンバーではないんです。メンバーではない。これ後ほど牧豊彦の謎については言いますけど、とにかく牧豊彦なる人物の、はい、必要な攻撃が。そうなんです。なぜそこまで牧豊彦なる人物の必要な攻撃がされる、これ、東人の作品の特徴なんですね。そこからまたさらに新たな展開が生まれたりして、非常に味わい深い、うん。特に攻撃されるポイントが、その、方形であるという。そう。方形ネタってやつですね。ペニ川、ペニ川ってね、連発してるというね。何のことやらだと思って、ね、思うと思います。こちらはですね、その、首謀人物というかね、リーダーであります、畑内総裁の、歌詞、ナンバーワンヤングボーイズというね、うん、こちらの歌詞より聞いていただきました。もう一つ、はい、じゃあ、うん、同じ曲からこのパンチラインお願いします。オールドスタイルのまま、時代を逆走。引く客層。まず、前客層。トレンチコートはだけて、ポークビッツプリッ何を言ってるんでしょうか。これは味わい深いですね。さっきあのね、この東人バトルロイヤルは様々なね、面白いツアーを持つグループなんですけど、まあ、はい、その、畑内総裁があまりにも面白い人物すぎて、うん、畑内総裁のクレイジーぶりがね、うん、特にこう、ドープぶりがね、こう、うん、クレーズアップされますけど、うん、はっきり言って全員、そう、これは岩志くんの歌詞ですね。岩志くんという人なんですけど、はい、全員、頭おかしいです。まあ、波の思考回路じゃ、これは思い浮かばないですね、はい。普通に話ができるような気がするだけで、うん、頭おかしい人たちが揃ってますからね。はい。というね、先ほどの総裁の歌詞と岩志くんの歌詞、これ両方入った、パンチラインが両方入った、東人バトルロイヤル DOHC よりこの曲お聴きください。東人バトルロイヤルで、ナンバーワンヤングボーイズ。はい、東人バトルロイヤルナンバーワンヤングボーイズお聞きいただいております。はい。まあもうさ、
サウンドとかね、うん、ラップのそのテクニックとか仕方、かっこよさとかは、うん、もう正統派90年代ヒップホップスタイルなわけですよ。そうそうそう、むちゃむちゃうまいし、かっこいい、トラックもかっこいいんだけど、歌ってることがひどすぎるっていうね。マキノペニガーマキノペニガーっていうフローだった。てかさ、マキノペニガーよりも長く続くトンネルの先に広がるユートピア。どういうことなんでしょうかとかさ、あと意外とこの勝也くんのこの歌詞が下品。やる気満、やる気満指満吹いた赤飯。奥さん超かっこよくさ、歌うとかさ、確執なんですよ。これはもう。すごいですよ。やっぱこれ流していいのかなって感じですけどね。でですね、ちょっとまず東人バトルロイヤルね、こうパンチラインを拾っていくにあたって、はい、まあ、様々な東人特有用語が途中もね、あの、ね、相撲親父とか言ってね、うん、いきなり出しても、個人的な話なんですよ、もう。あだ名なんだよ、ただの。なんだけど、まあ、先ほどから言ってる、その、マキ、ね、牧、うん、のペニ川、これは何かということなんですけど、牧、うん、豊彦なる人物がね、ね、これ今回のアルバムだけじゃなくて、東進バトルロイヤルのその14年前出回った音源、うん、ずっと聞いてても、うん、なんかこう、執拗にとにかく牧豊彦なる人物がこう攻撃されてると。攻撃されていく。どん、親の敵かってぐらいね、攻撃されてる。ね、そう、で、よくよく聞いてみると、ただの知り合いだっていう。ただの総裁の知り合い。しかも、ひどいことに、他のメンバー、牧豊彦、会ったことなかったのね。そのアルバム作った時点では。ああ、でもね、俺その牧豊彦の執拗に攻撃され、そして今回のアルバムで、うん、ちょっとね、反撃に出てるんですよ。牧豊彦がね。そう。で、はい、そのね、あの、ちょっとストーリーに非常に興味が出てきてですね。はいはいはい。で、まあ、とりあえずその牧豊彦なる人物がかつて、どれだけ攻撃されてきたか。どれだけディスられてきたか。そう。ちょっとね、あの、さらっと紹介していきたいと思います。かつての歌詞でございます。はい、はい。畑内敦志、本籍桃地、牧のペニ川被った狼。最近乗り換えた車レガシー、GT ツインターボの4気筒、マキの祈祷に強制嫉妬。っていうね、あの、119にフィーチャリングダースレイダー。これ、畑内総裁の歌詞。これ以外にも、はい、豊彦マキ、海パンに着替えるぜ。行くぜ!ビロンと伸びたペニ川はみ出してるぜ。これは、1986サマーブートキャンプという曲の畑次郎くん。畑次郎くんまでね、率先してディスって。まだあるんです。畑次郎くんまだこんなことをラップしてますよ。はいはい、MC ハマーしかラップを知らない牧豊彦が狩る黒のスカイライン目の前邪魔。五重の塔 DOHC という、必要ですね。このしかもそのディスり方がこれね、あのペニ側だけじゃなくて、あの MC ハマーしかラップを知らない必要よね。様々な角度から牧豊彦ディスられてきたと。そう、でもそう、うん、それが今作の、はい、今作のですね、曲収録されてる曲で、はい、その牧豊彦がなんとラップをするという、はい、でそれでしかも畑内総裁とラップでバトルをして、うん、バトルがあるんですよね。どっちがイケてるのか白黒つけようじゃねえ。これねちょっとびっくりしたんですよ。つまりその牧豊彦なる人物は単に知り合いで、その畑内さんの知り合いでディスられまくってるだけの友人だから、うんうん、あのラップとかしたことないはずなんですよね、うん、そう。ところがこれがまたそのあれ意外とあれいけてんぞみたいな、そう感じのラップになっている。しかもその出だしで、俺はお前より女の経験は豊富だがラップは未経験だって言って、マキとヨヒコがもうなんていうんですかね、もうヒップホップの伝統的なかつ伝説的なフリースタイラーのような、うん、はい、鬼のようにライムを畳みかけるラップをしてね。そうだよね、かっこいいんだよね。そう、うん、それがすごいかっこよくてですね、それでもう何なんだこれは、あんなに攻撃されていたのに反撃に出て、しかも総裁にちょっとこうなんていうんですかね、総裁を任そうとしているみたいな、はい、でそれであまりにもちょっと気になったんで、うん、検索したんですよ、はいはい、検索、マキトヨークについて、はい、そしたらツイッターに発見しましてマキさんいた、ツイッターに。それでそのツイッターの返しもなかなか粋なものがあってですね、うん、その誰かがそのマキトヨーヒコ氏に質問してるんですよ、うん、畑内総裁がかつて愛用していたイタリアブランド的な牧豊彦さんお気に入りのファッションブランドは何ですかって質問してくる。大喜利じゃねえか大喜利じゃねえか。そしたら牧豊彦氏がその答えで、ペニ川と共に俺の敏感な祈祷をしっかりガードしてくれる信頼のブランドイコール BVD だ。わかってるじゃないですか最高だ、もう。返しも完璧じゃないですか。どんどん俺は牧豊彦にちょっと気になっても、ちょっとなかなかできる人みたいですね、どうやらね。そうなんですよ。はいはいはい、はい。というね、豊彦牧のラインは紹介しますか、これ。紹介しましょうか。はい。じゃあ、牧豊彦の反撃ライン、お願いします。
Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. 吉田栄作、心の旅、熱唱。Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. これはまあ、Yes, yes, yo っていうのは、まあ、ヒップホップの決まりを、古典的なね、ライムスターもよくやってますけど、ヒップホップの言い回しに、なんで吉田栄作っていう。まあ、フリースタイルっぽさっていうところじゃないですか、ね。でも、これ、なんでってすごいあるじゃないですか。だけど、これをね、うん、口に、その、ラップとして、発してみると、うんはい Yes, yes, show! Yes, yes, show! 吉田栄作心の旅熱唱決まるんだ。口気持ちよさがね。はいはい、はいね。この調子だと、牧豊彦だけで、当時の時間終わっちゃうんでね。牧豊彦についての調査は続けていくということにしましてですね。はいはいはい、じゃあ早速、当時のバトルロイヤル、彼らの世界観がわかる、リリック、パンチライン、紹介していただきたいと思います。お願いします。カツオに拳叩き込む、波平。鉄拳制裁時代の申し子。これですよね。これですね。まず基本的に当時の歌詞は80年代から、うん、要するに自分たちが中学の頃見ていたテレビの話。そうですね。でもこれはまあ、カツオに拳叩き込む波平、鉄拳制裁時代の申し子っていうぐらいですから、まあ、バイオレンスサザエさんって、ね。まあそう。まあでもその、あの時代ですからきっとね、波平もやっぱ拳は叩き込んでたんじゃないですか。こらカツオガーン、はい。その時の波平の頭の一本毛はもうピーンってね。生き立っていることでしょうね、はい、歌丸さん。え、な、お前何言ってんだ。おかしくなって全然こっち見てくれないと思う、今なんか台本に集中しちゃって。違う。この曲タイトルなんて読むのかなと思って。勝也フロムマイク兄貴。あ、そうか、マニキーズか。マイクアニキーズか。そっかそっか。じゃあ、実際の曲ではこんな感じで出てきます。聞いてください。また無駄に渋いね。渋いですね。かっこいいですね。ちょ、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。もうこちら、はい。ドープなノーブラ、白いパイオツから飛び出た、ベリーベリーキュートな乳頭。皆さん、この朗読だけ聞くと、単になんか酔っ払いが下ネタをなんかただ垂れ流して、これラップの歌詞ですか？ラップの歌詞です。これ、イワシ君のね、同じ曲のね、マイクアニキーズの、歌詞ですから、こんな、実際こんな風にラップしてます。聞いてください、これ。あ、入ってきてしまいました。正面穴よくなってる。おかしな人たちが入ってきてしまいました。当時バトルロイヤルのメンバーね、今日は3名、選抜メンバーがね。そうです、はい。あ、じゃあちょっと自己紹介お願いします。あ、勝也です。畑次郎です。イワシです。あれ？イワシ君？イワシ君だいぶ見た目が、イワシの弟です。あ、そうなんですか。なんかだいぶ洗練されたイワシ君こんな。イワシ風参加ということで。イワシ風参加してきました。あと、シロ君なんか、ポッドキャスト聞いたらなんか喉痛めてるみたいなんで、飴買ってきました。いや、それ、だいぶ前でしょ。あ、そうなんですか。しかもこれ、働い総裁のこの気持ち悪い写真ですけど、これ何ですかこれ。飴です。喉飴。喉の調子が悪いんだって？そんなやわな体じゃ甘いよ甘いよ甘がえるだよ。これ舐めて叫べ、せい、ゲロゲロ。もう一度せい、ロゲローゲ。もういいですよ。めんどくさいよ、もう。インパクトの時のね。ありがとうございます。はい、ということで、すごい、当人がね、まさか、はい、またこの微妙な感じの、微妙な感じ。ご無沙汰します。どうも、ちょっとこういう企画にしてしまったんですけど、大丈夫ですか？いや、嬉しいっすよ。嬉しいっすよ、マジで。うん。畑内さんも喜んでると思います。なんか、畑内総裁からめんどくさめのメールが来てたんで、ちょっと警戒してるっていうのが。そう、フリースタイルの牧さんの対決のリリックを、はいはい、送ってくれって言ったら、もうそれはいいから。俺の主張をちょっと言ってくれっていうのが俺の主張お願いします。主張来てたんですけど、もうちょっとめんどくさいということで主張もらってたんだけど、めんどくさいから言わない。もういいと、うん、でもなんかソロ出すからなんか宣伝しといてくれ。え、畑村さんソロ出すんですか？イエロー・ドン・ジョンソンという名義でソロアルバムを出ようと。お清水さん、これ本当マジですからね。ほら、力で任せてるわけじゃないですからね。そう、ブラックエルビスってあったじゃないですか。あ、はいはいはい、はい、あれの、まあ、パクリで、まあ、ブラックエルビスのパクリでイエロードンジョンソン、あんまり対比になってないじゃないですか。まず白のスーツの上下を着て、でマイアンバイスでちょっとセミロングのズラかぶってサングラスかけてちょピンクのシャツ着て、ロンリーが買ってきすぎてこれ、ね、これね。それでちょっとマイアミのビーチをこうな軽く流すこう感じのラップをやるっていう。マイアミのビーチを、マイアミのビーチを、マイアミのビーチを流すけど、歌ってんの相変わらず金八のことなんじゃないですか。とにかく金八の話題が多いんだよね、当時はね。ちょっとせっかくですから、朗読もう一発ぐらいね、やっぱ行かないといかないよ。ちょっとじゃあ、ジン君の朗読で、お願いします。お願いします。器具に頼ることなく鍛える。ホテルの部屋で二人、タオルを引っ張る。
ゲストポーズの差し止め請求、ポージングパンツ着用禁止仮処分、これぞリアルカールゴッチスタイル。はい、というね、はい、来ましたね。これは私も参加している、まあ、フィジカルエリアン兵というね、はい、これは、ね、マッスル志願兵というね、前に、うん、その14年前に、うん、割にも入っていた、うん、テープに入っていた曲の、うん、まあ、アンサーソングとか、セルフアンサーソングみたいなね。もう体鍛えたくないよと。そうですね。まあ、総裁のちょっとあの主張でね、まあ、ふうにまあ、俺たちはもう筋肉はいらないと。はい。まあ、器具に耐えることなくね。まあ、カールゴッチだよね。カールゴッチスタイル、ね。器具に耐え、ウェイト器具に頼らず体を鍛える。はい。カールゴッチスタイルですね。あと、まあ、岩志くんのね、お稲荷も啓蒙してゴージャスな成功。そのラインも行きましょうか。あ、そのライン行きますか。行っちゃいましょう、行きましょう。はいはいはい。お稲荷も啓蒙してゴージャスな成功。夢見てる無邪気なまだ童貞ボーイ。はい、というね。じゃあこのラインが入ってるちょっと曲をじゃあ実際に聴いていただきましょうかね。はい、フィジカルイラン兵、フィーチャリングちょっと歌丸が入っておりますので、東人バトルやる DOHC よりフィジカルイラン兵。あ、そうだ。はい、ちょっとね、ここで失礼してしまいますけども、東人バトルやるアルバム DOHC、他にも素晴らしいラインのね、曲の数々ありますので、うん、ぜひ皆さん聴いてみてください。マミー D 曰くね、東人バトルやる個性の履き違えっていう、ね。でも D すごい褒めてた。14年間待たれるグループなんてありえないっつって。ありがとうございます。絶賛してました。ありがとうございます。はい、ということで本日日本語ラップ最後の飛行、ケール魔球と東人バトルやる歌詞読み上げ特集、DJ ジンさんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。